1つ目の準優勝戦進入はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。1コース少し遅れてしまった1番の山本、それでも多少伸び返していきます。イン先前1番の山本、内をついて2番の砂永、さあこの2人の争い、砂永の差しが届いてきました。並びました。スタートは前提正常でした。インコース2番の砂永、アウトコースに1番の山本、その後ろ3番では内をつく3番運の4番の豊田、2マークの旋回は2番の砂永、ここで一気にトップ抜け出します。1番の山本完全に離されました。今回は G2 初出場で初勝利もマークして水準祭もありました、はい、そしていきなり1着で優勝です。いかがですか。全て自分の力を発揮したレースになったと思います。佐藤光選手が、はい、あいつ2コースは本当うまいんだよと言っていましたが、2コースいかがですか。2コースは得意ですね、はいはい、でこのスリットを覗いていったんですけども、全速で行きました。全速で行きました、はいはい、そして1マーク、もうここはもう差しに決めていた。はい、もうまくる気はなかったですね。しっかり差し切ろうと思いました。ご自身でどうですか。一着で優出、この準優は一等でしっかり帰ってくることでレースに挑んだので、結果に出てすごい嬉しいです。自分でもちょっとびっくりしてるんですけど、あと一層、優勝を目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。コースは少し深くなって、進入インコースから1番、2番、3番、6番、4番、5番です。スタートしました。スタートは6艇差のないスタート。さあ若干ダッシュ勢が伸びていきますが、それでもイン先前1番の中村まくってきましたが、4番大山流れ気味、内をついて2番の笠原、3番中澤と追走。スタートは前提正常でした。もう困り防止部位は優に超えて結構深いお腰でしたね、うん、もう全然どこまででも行くつもりで行きました。文句なしの節位置、足合わせではちょっとぐらいなんですけど、やっぱり本番水面が落ち着いた時はかなりいい状態って思ってます。あ、じゃあもう優勝戦に向けては、うん、極端に言うとノーハンマーぐらいで行けるぐらいの状態ですか。明日はちょっと高くなるみたいなんで、僕ちょっと性格的にそれが無理なんで、しっかり朝から乗ってマックスの状態で行きたいですね、はい、うん、師匠の重成さん と,、2年半ぶりに一緒に走っているのでかなり気持ち入ってます。優勝します。ご声援よろしくお願いします。進入台形はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。スロー勢が好スタートを切りました。内側3艇だいぶ踏み込んできまして、逃げる1番の井口、2コースから2番重成まくりに来ましたが、大きく流れてしまった。内から差して追走4番山田、ここは2番タラスに真ん中割って5番村田も続く展開。1番の井口は早くも独走、リードは後手進。スタートは前提正常でした。並んだ2番手は4番山田、外は5番の村田、2マークの旋回、この争いに3番の岡崎競りかける、これを振り切った前の2人、さあ2番タラスに続きます。外から5番の村田、さあかわす勢い、インコース4番の山田抵抗する。さあ平先はインコースかかっている4番の山田、直線伸びていくのは5番の村田。さあこれから2周1マーク、ここも内から4番の山田が先頭を取る。外から攻める5番の村田ですが、ここでは届きません。村田はやや流れていきまして、3番タラスに内から2番の重成が追い上げてきました。まあ本当に素面が良すぎて、まあ、1号艇っていうのは、まあ、はい、気持ちよく耐えてきました。はい、モーターの全体的なレベルは今日の準優勝戦が一番良いという解釈でよろしいですか。まあいいと思いますけど、まだまだ上出てる人は、いると思うので、はい、まあ、上位の次ぐらいのかなと思ってます。気温とか、湿度とかに応じて、まあ、プロペラ調整して臨みたいと思います。明日も起きてください。よろしくお願いします。